ハチボシもなんか去年に比べるとさらにこうそうですね、一着取れてるのがやっぱりでかいようですね。編集は今どんな感じで？ここは時でもしないで、普通に、はい、やってます。今状態乗れるような状態ですか？まあ、乗れる時は無理やり乗って、はい、寒いけど乗ってます。だいぶ寒そうですね。まあ、下が雪降ってない限りは乗ってますよ、無理やり。こっちは暖かい、今日は。いや、もうかなり暖かいですね。そうな感じ。乗りがなんかすごいなって、まあ、持ち味だと思うんですけど。まあ、たまたまだと思うんですけどね。まあ、なんか前より足はたまるようになってきましたね。フレームとかもあるかもしれないですけど。フレームはなんか変えたりとか。ちょっと、はい、あの最近じゃないですけど、ちょっと前に変えて、まあ、なんかいい感じのフレームなんで、それも多分いい、それが多分一番かなと思います。3、4ヶ月前ぐらいですか？そうですね。一瞬はちょっと直前は悔しい感じです。ですね。もう、はい、はい。もう少し目標を上に置いて、はい、頑張りたいですけど。前回は本当は狙いはあるんですか？古書さんをうまく。そうですね。スイッチして。最後村上さんを。はい。はい、そうですね。故障はなんか止められるような感じをしなかったんで、はい、うまくスイッチして刺すか刺せないかの勝負したかったですけどね、はい、やっぱり村上さんも強い、はい、ですよね、はい、多分普通ならあれでさばけてるのかなって思うんですけどね、はい、まあ、平原も振ってきてたんで、うん、なんで俺も強く持っていけなかったんですけど、落車しちゃうかなと思って、そういうところもまあ少し考えちゃったから、まあ、甘かったですね、少し。目標ってね、もうちょっと高く持ちたいっておっしゃってましたけど、そうですね、なんか今こう思い描く目標とか、まあ、いや、まあそんな大きくは言えないですけど、まあ、そうですね、記念とか、まあ、ちょっとね、取ったりとかしてみたいですけど、まあ、それは、はい、今の感覚だと今年はいけそうじゃないかな、ね、そうですね、今の、ね、展開っていうか、まあ、流れが向けば取れると思ってたので、決勝にもありましたけど、はい、またね、その G1 の決勝っていうのもなんか、まあ、期待されるような、まあ、G1 の決勝は正直あれですね、多分もうなんか運とか全てがないと多分乗れないと思うので、はい、松坂テレスの共同通信支配っていう、あれが初めての、はい、そうですね、これはもうそのね、すごいこう、7年ぐらい前か、そうですね、7年ぐらい前ですね、カラビックレスちょこちょこ乗り出してます。そうですね。はい。はい。